デジタルカメラになってからでも20年以上、オリンパスのカメラ持ってもう20年近く撮ってるんで、どう映るかなんてことはもう僕にとっては当たり前ですからね。映るということは、何を映すかって方が大切だから。だからその太陽の光というか自然の中で撮るっていうことを僕は意外とテーマにして、昔から、だから光を探すことを一生懸命こう他の人よりも、このレンズって僕にとってはもう本当使い慣れたレンズなんですけども、適当にシャープで適当に柔らかいっていうか、描写する力は持ってますし、で開放で、僕は意外と開放で撮るのが癖なんで絞り込んだりしないんですよね。だから今回はその彼女はやっぱり色が白いし、ちょっと目の色も違うし、髪の毛もちょっと金髪に近いっていうかブロンズなんで、やっぱり逆光でないと。でまあ女性は逆光で撮るのが一番綺麗だねって僕は思ってて、最近あの人工の光でも直接被写体に当てないようにしてるんですよ。でそれでやっぱりこう逆光でこうあまり大きなレフとかも使わないで撮っていくって、やっぱり開放地が明るいっていうことがものすごいメリットがあって、そういう意味では、まあ、僕にとっては本当にあのこのレンズと出会ってから、また一つね、写真が上手くなったっておかしいけど、写真ってやっぱり上手くなっていきますから、撮ってる人にかなわないし、撮っていけばやっぱり上手くなっていきますから、だから僕が毎日この年になっても写真撮ってるのはもっと上手くなる、自分に可能性が出てくるっていうか、それを自分で体感してるっていう、そういう意味ではまあこのカメラとこのレンズは僕にとってはまあすごくベスト、これ以上のベストのカメラはない、レンズも。